日本埼玉県上尾市東町東町は埼玉県上尾市の町名。現行行政地名は東町1丁目から3丁目。住居表示実施済み。市の統計などでは上尾地区で分類されている。郵便番号は362-0031。埼玉県東部で上尾市中央部のやや南に位置する。町域の東側を上尾下南側を日の出。 西側をあたご、北側を本町屋に次ぐと隣接する。地区北部から東部の低地を芝川が流れ、上流から日の宮橋、鎌倉橋、国体橋、新橋がかかる。町域の西部を国道17号大宮バイパス、南部を上尾環状線が東西に通る。東町3丁目の一部を除き市街各域で主に第一市中高層住居専用地域に指定され、 全体的には住宅地が広がっているが一部生産緑地地区として工作地も見られる。かつては芝川流域周辺以外の大半は工作地であった。住宅地の地価は2018年の都道府県地価調査によれば東町2丁目前616番4の地点で96,500円平方メートルとなっている。2019年1月1日現在の世帯数と 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は上尾駅で東町2丁目の地点よりおよそ 1.9km 離れている。上尾駅、東口駅前から蓮田駅方面への路線バスが運行されている。ありがとうございます。